千葉県警察成田国際空港警備隊。千葉県警察成田国際空港警備隊とは、成田国際空港の警備を担当するため、千葉県警察警備部に付置された執行隊である。日本国政府は航空運輸の必要性から新しい空港建設を計画し、その計画地を成田市三立課を中心に設定したことから、この空港建設に反対する。 地元住民が三地ズカ闘争を展開し、後に、これに、日本の新左翼などの武装勢力、警察故障は、極左暴力集団も加わり、空港建設の妨害活動等、さらにはテロリストによる、空港関係者、一般人殺害、空港施設への迫撃砲攻撃など、テロ活動を活発に行うようになった、成田空港問題。1978年、 昭和53年3月26日には、開港直前になって、震災欲運動家が、官政党に乱入し、官政党内の危機を破壊した、成田空港官政党選挙事件ため、大幅に開港が遅れ、当時の内閣総理大臣であった、福田武雄の失脚と、国際的なイメージダウンにもつながった。日本国政府は、この暴挙が単なる農民の反対運動とは異なる。 異質の法と秩序の破壊、民主主義体制への挑戦であり、徹底的検挙、取り締まりのため頑固たる措置を取ると声明を出し、新東京国際空港の開港と安全確保対策要項を制定した。この関西等襲撃事件を契機に、千葉県警察本部に空港の安全確保を目的として、空港警備隊準備委員会が設置された。その結果、 1978年7月18日に新東京国際空港警備隊が発足し、現在の成田国際空港警備隊に至る。これまで反対派と機動隊の衝突により双方に死者を出し、多数の負傷者が出たほか、過激派の放火によって4名の空港工事関係者が死亡している。しかし2016年現在では違法行為に対する取締り強化のほか、 これら違法行為を行った者に対する民事上の損害賠償請求や刑事上の厳罰化、日本国民、特に大学生の左翼運動離れや極左、暴力撃破グループに対する嫌悪感、空港のおかげによって街が発展したという現実、実際に稼働している成田国際空港を目の前にして廃校を求めることへの無力感、また開港当時に比べて海外旅行が 身近になり、もともと反対派だった農民も、成田国際空港を利用する機会が訪れてきたことや、家族親戚が成田空港関連の企業に就職したことにより、空港用認に転するなどの理由により、過激な反対闘争は終焉を迎えようとしている。ただし、革命的共産主義者同盟全国委員会、中核派などの一部の組織が、現在も、なお一般人。 千葉県警察幹部と同性同盟の別人宅を5人、新東京国際空港公団、現在は成田国際空港株式会社職員の自宅や、京成電鉄所有の鉄道車両への放火、京成スカイライナー放火事件、空港敷地内に金属弾を発射する等のテロ行為を行っている。また、アメリカ同時多発テロ事件などの影響から、依然限界な警備体制が敷かれている。 その後、2018年12月には、部内の配置を見直して、総員を1500名体制から1000名体制に縮小する一方、重機対策や NBC テロ対応、爆発物処理などの専門要員を増強する改変計画が発表された。なお、成田国際空港を使用したスカイマーシャル業務は、千葉県警察機動隊が担当している。 成田国際空港警備隊の任務は、成田国際空港の安全確保及び隠しテロ、警戒である。一連の三理塚闘争を契機に、常駐の強力な警備力の必要から、警察制度条例外的な空港警備隊が、創設された。成田国際空港及びその機能に関連する、諸施設を防護し、極左暴力集団等により行われる、 空港等の安全と秩序を阻害する行為の防止、制圧及び検挙にあたる。千葉県警察の組織に関する規則、平成6年千葉県公安委員会規則第15号、第93条、第2項。航空機事故やハイジャックの初動措置に備えて、機動救助部隊、レンジャー部隊、爆発物処理部隊、重機対策部隊、H&KMP5 サブマシンガンを、 装備を警備隊内に編成しているほか、NBC テロ対策部隊や議場隊、成田国際空港に用人が来ることも多いためも設置されている栄誉例。現在、年間およそ100回の割合で爆発物処理班に出動が命ぜられている。出動した事案の大半が空港内での不審な手荷物を検査する作業である。 成田国際空港警備隊は千葉県警察の所属でありながら、人員は県警の定員の枠外であり、全国の警察、航空警察も含むから出向してきた隊員が半数を占める。これらの隊員が1年、警視庁のみ1年だが希望すれば延長かもしくは2年を期限に出向することによって部隊を構成している。千葉県職員の任期は管理職を除き3から4年。 出港の間の身分は、出身の都道府県警察官、厚遇護衛官から、千葉県警察官に切り替えられる。出港元警察の実情を考慮し、警視庁と神奈川県警、大阪府警と兵庫県警、警視庁と大阪府警は、各空港機動隊で一緒にならないように振り分けてある。2011年以降、東日本大震災の影響で、岩手、宮城、 福島県からの出港は中止されている。連帯編成、総数約1500名、参考、千葉県警察の組織に関する規則、千葉県警察職員の補職及び、職の設置に関する規則。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。